先輩方、私だ。今日は質問に答えてみようかなと考えた。まあいい。早速、みんなが、先輩方が気になるような質問に答えていこうかな。それではまず最初の質問からいこう。最初の質問はこれだ。なるほど。9.11 の真実を先輩方はまだ知らないようだな。なるほど。しかしながら、私は過去にこのことに関して、発言しようと考えたことがあるんだが、どうしてもこれも自空法に抵触するがために言えないということだ。しかし、せっかく先輩方はこのことに関して知りたいようだな。やはり謎に包まれた非常に残酷な事件だったから、真実を知りたいようだから、私が今回暗号として残そうではないか。その暗号を解いた者は真実を知ることができる。解けなかった者は真実を知ることはできない。ただそれだけのことだ。いいな。次の質問、栄光ではないか。次はこれだ。なるほど。剣道が未来ではどうなっているのかというのを知りたいようだが、これは間違いなく自信を持っていいことなんだが、日本で行われている、確立している国技というものは全世界で圧倒的な人気を誇っている。もう一度言おう。日本の国技として広まっている競技というのは全世界で圧倒的な人気を誇っているということは、はっきり言っておこうではないか。まあだから、ここでは剣道ということなんだが、もちろん未来では圧倒的な人気だということは、はっきり言っておこうではないか。いいな。もちろん剣道だけではない。日本の武道、国技というのは、全世界で圧倒的な人気を誇っているということは、紛れもない事実だということは言っておこうではないか。いいな。次の質問、栄光ではないか。次はこれだ。なるほど。これはよく気づいたなと褒めておこう。よく気づいたなと褒めておこう。以前にも2人ほど気づいたものがいた。しかし、今回せっかくだから、この動画で組み込まれている何かを言ってしまうとするならば、実のところ
ある波動を仕込んでいるということだ。ある波動を仕掛けているということだ。まあだから人によって覚醒の仕方というのも変わっているということだ。わかるかわからないか、気づくか気づかないかくらいの波動を、まあ仕掛けているということだな。その波動というのは一体どんな波動なのかというのをもちろん知りたいであろう。しかしながらその波動、詳しい内容というのはあえて言わないでおこう。しかし悪い波動ではないということははっきり言っておこう。もちろんいい波動、将来いい流れが来る波動というのを仕込んでいる。よって別に全く危険ではないということははっきり言っておこうではないか。むしろ毎日浴びることでいい効果というのをもたらすということだな。さて次の質問は英語ではないか。次はこれだ。おや、これはちょっと危険な質問のようだな。現代では危険な質問のようだから、まあそういうことで時空法でもこのことに関してはトップシークレット事項とされている。しかしやはり先輩方はこのことに関して気になるであろうから、まあ大体想像がつく範囲内で答えるとするならば、まあもちろんもうすでに分かっていると思うんだが、未来では中国というのは存在していないということで、このことに関しては全て明らかになっている。実態が全て明らかになっているということで、かなり残酷な歴史として残されているということだ。そして未来のウイグル自治区というのはどうなっているのかというのははっきり言ってしまえば、インド政府によって大事に確立された保護エリアとしてしっかり守られているということで、安心して構わないということだな。しかしまだやはり現代は時代が古いから完全に隠されているということで、真実というのが見えないかもわからないが、未来ではしっかりと真実が明らかになるから、その時まで待っていてくれ。いいな。さて次の質問は英語ではないか。次はこれだ。なるほど。私をまあ邪魔者扱いするものというのは少なからずやはり存在はしている。もちろん私に恐れるものなど何一つ存在するわけがないんだが、やはり私の存在をよく思わないものというのは存在しているというのは間違いないことだ。自分テロリストはもちろんのこと、未来では存在しえない国のものというのもそうだな。私を邪魔だと思うものというのは、まあ間違いなく存在しているというのは間違いないことだな。しかしそういったもののために私は発言をやめるつもりはさらさらないということだ。要するに時空テロリストに屈する形、私をよく思わないものに屈するというのは絶対に避けたいということだ。よって私は必要とされているのであれば、今後も発言を続けるつもりだ。時空が曲がらない程度、ギリギリ
のラインの発言を今後もするつもりだ。もちろん私はよく思わないものというのは嫌なはずだ。しかしそういったものに従うつもりはさらさらないということで、もしかすると今後も何かしらの形で妨害工作をするものというのが現れる可能性もなくはないということ。しかし今後も私どもは立ち向かっていくということは間違いないことだな。ということで今日はこの辺で終わるとする。以上だ。